んにちは、池田真子です。今回は H&M の購入品を紹介していきます。今回は約1万円分買ったので、そちらを実際に着ながら紹介していきます。それでは真子チャンネルスタート。では紹介していきます。1つ目はこちらです。トップス、お値段が1299円でした。こんな感じのトレーナーになってるんですけど、生地もね結構薄めで、全然まだ今の季節でも着れそうです。それとかもしっかりしてます。はい、着てみるとこちらです。結構ねこの袖の部分もゆったりとしてて、丈はちょっとだけ短めになってます。結構ね最近カジュアルな服が好きで、ちょっとゆるっと着れるのがあったのでね、これを買ってみました。色も他にも何種類かあったと思います。次はこちら、花柄のパンツです。お値段は1799円。アップで見るとこのウエストの部分がゴムになってて、全体的に花柄になってます。白にカラフルなお花が咲いてる。履いてみるとこんな感じです。長さは足首あたりまであります。ちょっとね今日さ新しい靴履いたんですよ。じゃあもうスタジオ来るまでにその靴で靴ずれして、めっちゃ血出てきて、両足でさ絆創膏3つ貼ってるんですよ今。ちょっとね恥ずかしいんですけど。こんな感じ、めっちゃ軽いし涼しいし、でここにね2つポケットついてます。これはもう楽ちんやし、これからの季節にぴったりやと思うし、ちょっと出かけようとかなった時とかにねさってもう履けるんで、この夏いっぱい使いそうです。次はこちら、スカートです。お値段が3999円です。これはよく見ると、この中にね、生地が、これなんて言うんだったっけ、こういうの。こういう裏地何のがついてて、で、その上からこういう風にレースがかかってるんですけど、だからパッて見た感じは長いロングスカートに見えるけど、実際はミニみたいな。このちょっとなんか透ける感じが可愛いなと思って買いました。アップにするとこんな柄です。実際に履いたらこんな感じです。下の丈はふくらはぎの半分か半分やちょっと下かぐらいの長さになります。結構これがもし普通のスカートやったらちょっとね、ししゃも足的には苦手な長さかもしれないんですけど、でももう下結構透けてるので、実際はミニみたいな感じやし、このなんかすごい涼しい感じがして、これからの季節にぴったりやと思います。めっちゃ気に入ったやこれ。次はこちら、スカート、お値段は2499円です。デニムスカートです。後ろはこちら、はい、履いてみるとこんな感じです。これはもうめっちゃ使えると思います。普通にシンプルなスカートなので、トップスも今のやつもそうやし、結構いろいろ合わせれると思う。ポケットも4つついてるし、このスカートの広がり加減もちょうどいいかなって思う。で、あと1個ね、後からこれ買って気づいたんですけど、結構後ろも短くて、これちょっと前かがみになったりとかした時後ろから見えやすそうやなんで、ちょっと見えてもいいやつね、下に履いた方がいいと思います。めっちゃこれのこと考えられてなかったや。パッて履いて、あ、可愛いと思ってパッて買っちゃった。だから皆さんもね、そういうなんか動いた時用のこともね、考えて買うのがいいかなって思いました。最後はこちら、 T シャツ？ワンピース？っていうやつです。でもサイズ的にちょっと大きめのサイズ買ったんで、ほんまは T シャツやったんかもしれないです。お値段がな、990円です。これもこれもいろんな種類の色がありました。はい、来たらこんな感じです。めっちゃ楽ちん、めっちゃ軽いし、袖もねしっかりしてて可愛いです。これはもう涼しいし楽ちんやしね、部屋着にしようと思います。軽っ。ということで今回の購入品は以上になります。いかがだったでしょうか。今回は H&M の購入品を紹介したんですけど、今回全部買ったので1595円でした。これだけ買って約1万円っていうのはすごい嬉しいし、皆さんも気になった方はチェックしてみてください。そしてこの動画が良かったなって思ったら、チャンネル登録とグッドボタンもよろしくお願いします。不定期でライブ配信もしてるので、通知をオンにして待っててください。では池田真子でした。バイバイ。